はい、皆さんこんにちは、のぺです。ポートロイヤル4やっていきましょう。さあ、カリブ海の海上交易生活がスタートしました。前回は各拠点に商売を展開していて、で任務もちょいちょいクリアしていったみたいな感じかな。でまた任務が発生してて、コーヒーを55個持ってこいっていう話だね。さあ、それではやっていきましょう。よーし、やっていきまーす。で前回から少し時間が経ちまして、こちら船長候補の方が名乗り出てくれたロバート・デュモンさん、じゃあこの方を、じゃあこのルビーに、の船長に割り当てましょう。じゃあこれでいいかな。はい、割り当て、これでいいかな。はい、お願いします。でこういう能力はいつかついてくれるかもしれないね。じゃあ行きましょう。でフロリダギースの情報を見てみると、こちら疫病の危険性がね 0% になりました。前回ね病院2つ立ったんで、その効果があったんでしょう。ナイス。さあ、これでどんどん人口が増えてくれれば、で求職者の方も増えてるんで、なんか職場を提供しましょうか。カンカン、はい。で木材、はい。まあ、また、まずはじゃあ建造メニューでコーヒー増やすか。あのね、ここの拠点はねコーヒーの生産地が少ないんで、コーヒーをね作ればもっと売れるんじゃないかな。じゃあコーヒー、はい、コーヒー選んで、じゃあまずはこ、はい、じゃあコーヒー農園作ります。でそうやな、もう一個ぐらい作るか。はい、いいかな。じゃあこの辺もう一個作るか。はい、これでコーヒーめっちゃ生産する。で完成までには木材と、あとねレンガがいるみたいな話をしてたから、あとで持ってきましょう。はい、でで、ちょうど木材持ってきてたっていう話ね。ナイスタイミング。はい、で金属製品か。はい、であとレンガも持ってきたいですね。で石炭、はい。でトウモロコシ、はい。でカカオ、カカオ、はい。で次は家具で布地、はい。よし、いいですね。かなり在庫がなくなりましたね。じゃあコーヒー55個だっけ。うわー、在庫なくなっちゃった、ごめん。値段めっちゃ上がっちゃった。でじゃあビールも買ってって、あとはまあこんなもんか。でパン菓子買ってこう。さあ、楽しくなってきたぜ。さあ、カンカン。でまずはじゃあポート上にコーヒー売りましょうか。55個。さあ、これが例の物です。 OK。 で任務を完了。で戦術を獲得、了解。でフランスは君の支援を当てにできるのかな。まあちょっとこのね任務はすいません、総督ごめんね。で名声ちょっと上がったかな、わからん。1個目できたか。でもう2つがまだまだかかる。よしよしよし。さあ、コーヒー農園ができたということで、わあ、いいですね。でここでコーヒーの生産量が上がる。もともとがどうだったかな。あ、もともとが12だったのが私の事業で6つに増えたんだ。で合計18。なるほどなるほど。さあ、で今度は私たちが、あとはレンガか。レンガ余ってるわ。布地、布地、布地も余ってるわ。カカオ、カカオ、カカオ、いやこんなもん。でこれをじゃあ今度はこっち持ってっか。ハバナ、この辺の拠点もね見つけていかんとね。はい、カンカン。まずは衣服、あ、作ってる、めっちゃ在庫ある。でレンガ、レンガ、レンガも作ってるんかい。コーヒー、コーヒー、コーヒー、コーヒーは、はい。で朝、はい。で布地、はい、オッケー。で次はそうだな、まあここは肉買おうか。はい、オッケー。でこの辺り拠点ないかな。あった、ナイス、ここだ。カカーン、はい。でここでは衣服、あー、よしよしよし、売れる。でレンガ、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 うわー余ってる、めっちゃ、はい。でお肉、おー、ナイス。でここでタバコ買って、うわめっちゃある、ナイス。
で、これをですね、じゃあこっちのニューオーリンズの方持ってきましょうか。それで名声かなり稼げるからね。さあ、で、暴風域のことも考えましょう。この赤いところがね、その天気が荒れやすいので、まあ、もしかしたら嵐にあって事故るかもしれないんで、なるべくこの白い風のところを通りましょう。さあ、ではこの任務受けていきましょう。どんな船でも 50% 引き。ナイス、ありがたい。じゃあまずは物を売りましょうか。で、金を作ろう。まずはタバコ。はい、タバコどんな木売ってもいいもんな。ナイス。で、コーヒーもね。で、衣服はさすがに、どんな木売ってもいいわけじゃないけども、結構売れた。で、カカオ。はい、ナイス。で、レンガ。よし、かなり在庫整理できた。で、今度はじゃあ船買いましょうか。どんな船でも 50% 引きか。注文の方がいいのかな。たくさん積める船がいいな。じゃあフリュート船、純粋な商船、高い積載容量を誇るが速度は遅く小回りも効かない。なるほど。じゃあこれ注文しましょうか。はい、で、注文した。で、建設資材こんな消えるのか。私たちがこれ用意しないといけないのかな。で、期間は20日間。で、購入費用が4万3100ゴールド。これ半額になったのかな。7月の17日までに造船所が注文を完了できるように気を配れ。わかりました。じゃあ、何買っていけばよかったんだっけ。教えて。ちょっと記憶力ないんです。これだ。注文1段。これだ。フルート船は、布地110、木材、ロープ、布地、そして金属製品か。あ、金属製品は、このニューオーリンズで作ってるからいいとして、木材、ロープ、布地を持ってくるんでしょ。あ、木材もこっち来てるか。だから、ロープと布地だけでいいんだね。了解。じゃあ、まずは、じゃあ、トウモロコシ。で、あと、はい、石炭。はい。で、綿花足りないか。で、金属製品。じゃあ、タグ、カクカク。はい。うわ、全然持ってこえてねえ。さあ、新しい船を作るんだ。じゃあ、まずは、布地。めっちゃ買える。すげえ。で、じゃあ、衣服。衣服たくさんあるか。じゃあ、はい。トウモロコシ。石炭で家具か。はい。家具。はい。で、お肉。で、レンガ。よし。売りすぎた。しまった。見てなかったな。じゃあ、これを。待って。綿花も買おう。はい。さあ、ここで行きましょう。ほい。で、あと、ロープ作ってると、どこどこ。ロープ、ロープ、ロープ。はい、カンカーン。で、これで布地が。さあ、はい。まあ、これだけあれば大丈夫でしょう。はい。こう。で、あと、衣服か。じゃあ、はい、麺か。トウモロコシ。で、どうでしょう。私の船、大丈夫？ちゃんと作ってる？ちゃんと作ってる？これはどうやって見ればいいのかな。まあいいか、まあいいか。で、もう一隻買えるのか。まあ金あるしな。いやー、まあ注文してみますか。はい。さあ、二隻も買ってしまった。で、フロリダギースのコーヒー農園完成しましたね。3つ。これでもっともっとコーヒーの生産力が上がるはずですよね。確かに増えてる。ナイスナイスナイス。いいぞ。で、あとはそうですね。この情報を見てみると、町の中心に小教会がなければ2000人を超える市民を収容することはできません。なので、そうだな。じゃあ私が小教会を作らないと。これか。じゃあこれ作りますよ。はい、じゃあ行きまーす。はい。これでいいのかな。さあ、では。
で今私のルビーちゃんはどこ？さあでここのヌエバフィリピーナスでタバコ買ってでそれをこっちのナッソに持っていけばいいんだ。間に合うかな。まずは布地めっちゃ余ってんだもんな。布地の余り方えぐいっす。でレンガも余ってるしな。で野菜で衣服よし売れる。でタバコめっちゃ買える。すげえマックス買えるじゃん。で今度はじゃあこっちな。でロープついでに買ってこう。ロープめっちゃいるからね。この辺ねロープねめっちゃ取れるからなんとかロープかき集めて持ってきたいっすね。でこっちも任務あったか。で石炭か。この辺石炭取れるのは私が知ってる限りではここだな。ニューオーリンズしかないわ。まあ諦めるか。さあ急いで持っていきましょう。で居住空間が不十分。なるほどいいぞ。逆にありがたい。じゃあたくさん居住区域を作っていこう。もうしょうがないな。じゃあここ作りましょう。はい。でそうだな、もう一個ぐらい作るか。じゃあこっち、はいはい、オーケー、ナイス。はいはいはい。どういった要件かな。なんかめっちゃ獲得した。はいはい、何だった。で、これで名声がアート。はいはい、次のところまで行きました。ね控えできるな。何がいいかな。まあとりあえずまあポイントステージとか。でも進行度全然だな。一応2席買ったんだけどね。1席ある。ナイスナイス。なるほど。でルシタニアっていう船団ができました。パチパチ、やったー。ということでじゃあルシタニアよ。そうだな。そうだな。なんかじゃあこのルシタニアにはそうだな、じゃあこの辺ちょっと探ってきてもらおうか。はい。でカカン。はい。で新しいに、こちらに来なさい。渡すものがあるんだ。これまでのところクルッキド島は順調に発展している。この町に気を配り9月8日までに住民を2000人に増やしてほしい。そんなことできるの。いやー分からんけど。うわーなんかめっちゃ無理なんだ言われてるような気がする。また布地持ってきたよ。布地ね、たくさん欲しいんじゃろ。こんな感じ。はい。でこれでめっちゃ感謝してくれないかな。はい。でで、ロープか。ロープ持ってきたよ。はい。で、あとは、レンガか。レンガいらんか。で、カンカン。で、ルシタニアの方はそうですね。じゃあ、野菜とか、まあ、買ってってもらって、はいはいはい。まあ、適当にいるのも買ってる。で、ロープ。ロープあるし。で、ラム酒。で、そやな。じゃあ、こっちの方、はい。で、カンカン、はい。うわー、忙しい。やっぱね、船団がね、増えるとね、ちょっと管理が大変だな。で、木材。はい。で、で、はい。金属製品。持ってきたよ。で、あとは、トウモロコシ。で、衣服。はい。で、タバコいる？はい。で、麻もいるよね。はい。で、レンガ。はい。で、石炭。はい。で、布地、OK。だいぶ減ったな、OK、OK。で、コーヒー。結構買えるようになったね、確かに。もうちょっと増やしたいな。で、人口2400人、めちゃめちゃ増えてるじゃん。マジか。だけど、居住空間がね、不足してんだよな。まあ、人口が増えたからだよね。じゃあ、今度は、じゃあ、居住空間ももう一個増やして、この辺か。はい。で、で、コーヒー農園ももうちょい増やすか。じゃあ、はい、こんな感じ。おー、シーズンいいぞ。かなり分かってきたね。さあ、で、フルート船ができましたね。オッケー、もう一個できたんだ。オッケー、オッケー。で、こっち任務あるか。服を販売してほしい。なるほど、分かった。
で、ちょうど今船できたからね。じゃあはい、ハリケーン、ハリケーン、じゃあこっち、さあ服を売ってこい。あ、まずは買おうか。でね、居住地域買ったからね、かなり金がないな今。カツカツや。じゃあ待って、はい、こっちで、カンカンで、まずはじゃあ木材買ってって、さあ木材を買う金はあるだろう。で、あとは金属製品か。うわー、金ねえ、ねえじゃん。うわー、ないわ。待て待て、じゃあこっち、こっち、はい。うわー、金なくなってく。大丈夫か、大丈夫か、カンカン、よし。で、フロリダギース到着。はい。で、ここでタバコ売るか。タバコ、そんなに売れない。で、衣服。衣服。はい。で、じゃあ、コーヒーも買ってって。で、これをじゃあ、こっち。さあ、ニューオーリンズに持ってきましょう。で、カンカン、はい。で、ルシタニアか。はい。で、ヘラクレス。ここが？ペラクルス。はい。ここがスペインの本拠地か。ここでは、陶器。よし、売れる。で、家具作ってるか。はい、買って。で、わー、金ねー。そうだなー。まあ、一旦こう停泊するか。いや、それか、この辺、探ってもらおう。はい。で、この船についていけばいいかな。この辺ありそう。ある。ナイス。私の勘冴えてるわ。はい。で、はい。で、そうですね。ここでじゃあ贅沢品売りましょう。はい。で、ここでちょっと金作ろう。よし。で、あとはじゃあ金、あんまり買えないか。フリュート船を生かしきれてない。まあ、こんなもんか。じゃあ、はい、引き続き探って。さあ、だいぶね、西側の方も開拓できましたね。かなりね、スペインが、はいはいはい。わあ、忙しい。で、まずは木材売るか。はい。木材売って、で、トウモロコシ売って、で、金属製品。で、ここで、確か、布、衣服を買えっていう話だよね。オッケー、ナイス。いいところに来てくれた。この任務は無理だ。あとは、そやな。とりあえず、金貯めるか。金を貯めよう。金がないから、今。はい。で、ちなみに、こっちのフロリダギース、どうかな？居住空気、空間。できた？できたっぽいね。できてるっぽいわ。よかったよかった。で、これによってフロリダギース。人口上がってるね。ナイスナイスナイス。いいぞ。さあ、それでは今回はここまでにしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ヌペでした。さよならー。